玉川花親のパイロットになろう。この番組はパイロットになりたい、航空業界に就職したい航空マニアの方々のための番組です。国内初の日本人 FA 試験官が熱血指導する FSO パイロット留学アカデミーの提供でコミュニティラジオ FM ギノワンと FM ミヤから放送しています。 FM ギノワンのツイキャスからはライブ配信、番組終了後は YouTube にてアーカイブされております。ご質問コメントは今放送中のツイキャスFM ギノワンのメールで受付しております。メールアドレスは797@fmギノワン.com です。たくさんのメッセージをお待ちしております。先月の番組のプレゼント、たくさんのご応募ありがとうございました。当選者の発表は発送をもって返させていただきます。さて今月は11月、国内航空会社のピーチアビエーションの特集でお届けいたします。8月にご出演いただきましたピーチ、那覇空港所長の矢田さんから、ぜひピーチも特集でやりましょうと、ピーチ本社を巻き込んでの企画が始まっていたのです。あんなため口で話してしまった矢田さん、実はすごい人だったんです。すいません。矢田さんありがとうございました。さて初回はなんと副社長の角上さんの登場です。去年12月までは機長として飛ばれていて、空飛ぶ副社長として呼ばれていた超すごい人なんです。機長として長年飛び続け、ピーチの立ち上げに関わり、そして副社長、伝説のパイロットなんです。天皇陛下からは黄綬褒章、国土交通大臣賞、実は昨日ですね、昨晩ピーチのスタッフと前祝いをしておりました。ありがたいことに呼んでいただき、そんなすごい方と会うなんてすごく緊張しておりましたが、みんなからカークさんと呼ばれて、みんなにも愛してるよと答える関西丸出しの親しみのある副社長です。私も緊張しながらですね、何とお呼びしたらよろしいでしょうかの問いにですね、カークさんでええやと、私も今日は許可をいただき、カークさんと呼ばせていただきます、半世紀にわたるパイロット人生、どんなお話が飛び出すか、それではお楽しみにっていう感じで入れます。はい、CM お願いします。 CM 中もこれ流れてます。あ、そうです。角さんも向こうで取り巻きが見てるので緊張しますね。緊張しますね。角さんヘッドセットが外れてる。え大丈夫ですよ。え大丈夫これ両方両方裏でしょ。裏かな。こうか。はいはいはい。パイロットは片耳をなんかずらすから。ですよね、なんかこんな感じで。あ、ほんと？これ、もうちょっと音小さくなる。あ、もう早速。あ、放送になってるかな。 YouTube ライブ、Facebook ライブは大丈夫かな。うん、本当そうか。 FSO が出てます。やっぱりそうか、わかりました。はい、わかりました。よし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 。ではでは楽しく1時間お願いいたします。はい、50秒。あと30秒。大丈夫です。はい、皆様お待たせいたしました。早速ゲストの方をご紹介したいと思います。ピーチアビエーション取締役副社長、安全統括責任者、そしてこの間まで機長をされている角さんこと角上健二さんです。こんにちは。こんにちは。おはようございます。おはようございます。今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。本当昨日はですね、冒頭にも話したんですけども、沖縄支店長、支店の方々が皆さん歓迎して、ね、はい、今日のラジオ番組の前祝いというところでかなり盛り上がりましたけど、本当に、いや、あの時正直緊張していったんですよ。矢田さんから角上さんと、はい、ぜひ事前に打ち合わせしようぜって言って緊張していったんですけども、その緊張とぎほぐすようなみんなの周りの雰囲気で、はい、まあ、みんなからも角さん角さんって言われて、そうですね、社内で副社長なかなか言ってくれなくて、大体みんな社員はみんな
賀来さんですね。珍しいパターンですよね。そうですね。ちょっと副社長って呼んでもらいたい気持ちはちょっとはあまりない。あまりないですね。もうみんな賀来さんで通ってるんで、はい、どこ行っても賀来さんで、はい、それでの方が受け入れやすいですね。なるほど、はい、確かにそうでしたね。じゃあ今日は私も賀来さんで、はい、よろしくお願いします。私もピーチのその賀来さんのホームページというか情報を見たときにですね、はい、冒頭に話したようにやっぱりすごい経歴を持っていたっていうことがあるんですけども、ご出身が関西の大阪。そう、大阪の堺ですね。堺ですよね、はい、堺市出身です。ですよね、これね、はい、実は私ですね、まあ地元沖縄生まれ育ちなんですけども、はい、1年間だけ堺市に住んでたんですよ。あ、そういう意味ではすごくなんか親近感が湧いて。そうですね、日本の中心ですから自分では言ってるんですその堺で、まあまあ、出身で、まあ、今パイロットの人生を始められる、はい、きっかけってどういうのがあったんですか。ですね、我が家の位置する場所が、うん、篠田 VOR、 昔はレディオビーコン SK だったんですけど、うん、それと八尾空港の YO、うん、それのちょうど中間に位置してて、うん、我が家の真上をその飛行機が、伊丹空港に飛ぶ飛行機が、まあ、当時はプロペラ機 DC-3 だとか、うん、P-38 とかいろいろ飛んでるんですけども、うん、そういう飛行機見てて、それ子供ながらですね、空を見て、うわ飛行機かっこいいわ、俺も飛行機乗りたいわっていう、その子供の時の心ですよね、気持ちですよね。男の子だと大体ほらパイロットやっぱりなりたいんだろうと思うんですけど、僕もそうだったんですけど、うん、空を見上げながら、うわ、飛行機乗りたい、俺も飛行機乗りたい、飛行機飛びたいなっていう、そういうのが子供心にあって、うん、小学校6年の卒業文集にも僕は将来パイロットになるみたいなことを書いててですね、それはそれで、過ごしてて、ただ中学校高校になるとやっぱり他スポーツだとか、まあ野球やってたんですけども、うん、まあ阪神タイガース気違いになっていくんですで高校3年生の前期はまだ学生会の生徒会の学生会会長をやってて、後期になっていよいよ大学受験、それに目指して勉強を始めるんですけど、いろいろ勉強しているうちに、当時大文社さんの大学案内みたいな分厚い本があって、で自分自身将来何になるんだろう、その頃はもうパイロット忘れてたんですけど、それをずっといろいろと見てて、いろんな大学をずっと見ていって、うん、最後の方に各種学校ってあって、うんうん、そこに要するに文部省ではない当時の運輸省、今の国土交通省が作ったその 航空大学校ってあって、で読んでたら、ここ行ったらエアラインのパイロットになれる、恐れを読んだ途端にですね、うん、子どもの心がボーッとわーっと湧いてきて、うんうんうん、もう それ以来あもう航空大学校しか行かん、そういう気持ちになって、うん、よしじゃあ受験だ手続きだと思って見たらですね、手続きの締め切りが7月末、うん、8月に1次試験、うん、11月2次試験、僕が見たのは10月頃でもうすでに終わってるわけですよそれでうわもう終わってるわ、じゃあもう来年しかない、だから高校卒業しても一般大学に行く気は全くなくって、うんうんうん、まあそうは言ってもですね、高校大学通るや通らないわからないんで、まあ一般大学も受験しましたけども、うんうんうん、で翌年まあ7月の願書出して8月の1次試験、それから2次試験が身体検査、3次が2月に、面接と実技試験、適性検査ですね、それがあったんです。1次試験の受験科目は数学と英語と物理、この3科目なんです、うん、で比較的優しいんですよ。へー、これ100点取らんと合格できんだろうなっていうぐらい、まあ要するに一般のレベルであれば多分100点取れるそうな、まあ難しくはない、そういうふうな試験だって、こう何回もね書き終わってから、数学なんかほら特にプラスマイナス間違って何かしたら若干計算間違えしたら、たった5問しかなくってですね、これ一つ間違ったら80点じゃ多分落ちるなって思うぐらい、でそういう何回も見回しながらやって、結局まあ学科試験合格、うん、それから11月身体検査合格、うん、で2次試験3次試験の適性検査面接も合格して航空大学校に、入学できました。
で、だから子供の頃にパイロットになりたいと卒業文章でも書きながら、一時、やっぱり忘れてるんですよね、他のことにずっとやってて、いよいよ大学を目指した時に航空大学を見つけて、あ、これで俺はパイロットだっていう、その子供の頃の夢がですね、実現できるなっていう、そういう気持ちで行って、宮崎の航空大学を、まあ、無事合格できたと、それが僕のパイロットの道の始まりですね。ということは、おそらく今の時代の子どもたちというか若い人たちも、まあ、ちっちゃい時に飛行機を見上げてパイロットになりたいなと思いながら、賀来さんの言うようにしばらく忘れて大学進んだり一般社会人になってる方がいっぱいいると思うんですね、うん、多分今の話を聞くと、あ、じゃあ今からでもやっぱり目指せるのかなって思う方もいる。いや、そうですね、あの僕らの当時パイロットになるって言ったらほとんど航空大学校もしくはあの自衛隊ですね、そういう道だけだったんですけど、昨今この FSO も含めてですね、いろんなそのパイロットになれる道っていうのは広がってて、大学でも東海大学だったら OB だったり法政だったり、いろんな大学がそのパイロットを養成する部門を作っていますし、航空会社自身も例えばピーチでもそうですし、パイロット養成をやっています。そういうような感じで今パイロットのやる道っていうのは非常に広いと思うんですよね。僕らので昭和45年、あの1970年ぐらいですか、その頃ってそんな道広くなかったんですけど、昨今本当に道が広くなってですね、あのごく要するに標準な健康体、体が持って標準なあの学力能力があれば、多分誰でもパイロットになれると。車の免許取れると同じように、ね、飛行機の免許も簡単に取れると。聞きましたか皆さん、車の免許を取れたら、私は前も昔はね、やらさんも多分覚えてると思うんですけど、自転車乗れたら乗れるよねってね話してましたんで、それが賀来さんが今言ってます、車が乗れればパイロットになる、皆さんパイロットにチャレンジしましょう。あ、この番組はパイロットになろうでしたねありがとうございます。その念願の航空大学校に入られて、はい、私のイメージはすごく厳しい、訓練というイメージがあるんですけど、楽しかったですか、苦しかったですか、ということで、いや、ですね、今ではありえないんですけども、やっぱりその、昔のね、そういうふうな時代もあったんですけど、自分がやっぱりパイロットになりたい、だから、前と後ろで交互に学生が乗って、教官が右席に乗って、いろいろ前の学生に教えている、そういうのも自分は後ろからメモ取りながら、どん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 知識を入れていくんですね。やっぱり乗ってて面白いんですよ。で、面白いからよりうまくやる方法とか自分なりに編み出すわけです。で、仲間と一緒に話して、こうし、あそこでどうしてこうなったのとかいうのをどんどん吸収するわけです。面白いからどん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 そこにのめり込んでいくんですよね。だから訓練そのものを苦しいってあんまり思ったことなかったです。まあ、そうやって、期間的には 2年ぐらいですか。当時は2年8ヶ月でしたよね、はい、それが終わられて最初に入社したのが全日空ですよね、はい、まあ、そこであのいろんな機種を経験されたと思うんですけど、当時は一番最初のフライトっていうのはどういう機種旅客機から始めたんですか。ですね、全日空に入って最初に副操縦士というかパイロットの訓練したのが、YS-11 っていうプロペラ機ですね、64人乗り、これはあの日本が要するに国産の旅客機、頑丈な旅客機だったんですけどもね、それに4年半ぐらい乗ったので、いや最初にその飛行機触った時は嬉しくてですね、これがその小型機、ボナンザで訓練したり、FA-200 で訓練したり、いろいろ訓練した飛行機よりも重いんですよ、YS-11 の、人間人力でできる最大ぐらいの大きさ。今のジェット機にしろあの大体油圧で座面を動かすんですけど、YS-11 というのはあの操縦桿そのものからケーブルで引っ張ってるので人力なんですよね。だからそれが空気圧とともにですね、非常に重くあの難しい飛行機でしたですね。日本人ならではの飛行機というか、あの操縦は面白かったです。ある意味面白かったですね。あ、じゃあ本当にダーツというかもう操縦桿が重いわけです、ね、重いんですよ。それを着陸前なんかそのトリムを重みを抜くためにトリムをちょっとずつ取っていくんですけど、着陸 もう直前ぐらいになるとトリムカチンともう巻き切ってですね、
それでもあともう両手でもすぐらいの重さを感じるんですよね。じゃあもう本当にじゃあ結構腕力がいるというか力が、はい、力がいるんですね。あ、そういう意味ではあれですか、やっぱりパイロットっていうのはその体力が、まあ、健康も大事ですけどやっぱりある程度力も必要だったっていう時代があったんですかね。そうですね、昔はあのパイロットの試験にも例えば握力35キログラム以上、そういうのが試験の科目、身体検査の科目にあった。これは今規制緩和されてそういうのはないんですけども、握力が35キログラム以上、まあ標準的な男性であればある力なんですけども、女性の方では35キロない方がいらっしゃるので、そういう意味では女性の方は厳しかったんでしょうけど、今日現在はそういうのは規制緩和されてなくなっているし、飛行機自体があの軽くなってますしね、油圧で動きますしね、はいはいはい、あの昨日もねお話した時にその一番最後に乗ってたのがエアバス320というところで、はい、今までのそのバイエスで、その後ボーイング乗られて、ボーイング737767777とボーイングシリーズとずっとボーイングシリーズ、はい、皆さん飛行機の名前とか機種ぐらいは知ってると思うんですけど、それ乗られてたんですからねそう、やっぱりその YS からボーイングシリーズに移行するときはまた苦労ってのはあったんですか。そうですね、あの若干やっぱりあのシステム的なものが違うし、うん、どっちかというとコンピューターが多様化されているっていうですね。YS11 のコンピューターって本当限られててですね、うん、いわゆるその第一世代の飛行機ですから、ほとんどはその、人間で上空上がっても風の計算だとか、予定時間の計算だとかいうのは全部パイロットがやる仕事、うんうんうん、ところが新しい飛行機になるともなるとどん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 それはコンピューターがやってくれるので、そういう意味では新しい飛行機の方が馴染みやすいというか、うん、昔の飛行機の方が難しかったというか、ね、ああなるほどなるほど。その機体が737から始まって、767、はい、トリプルスベンでだんだん大きくなるじゃないですか、はい、同じボーイングシリーズですけどもやっぱりそれなりに違うんですか、なんていうかな、操縦性とかシステムとか、うん、いやシステム的にはあの基本ボーイングのシステムは707から始まってるんですけども、うんうん、737もあ767777最近787ってあるんですけど、どん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 こう進化はしてるんですけど、うん、基本的なエアコンディショニングシステムだとか、うん、あの油圧系統のシステムだとか基本的な考え方は一緒ですね。そこによりコンピューターが入ってきてるかっていうので、より細かなコントロールとか精度が上がるとかですね、うそういうふうになっているんですけども、基本設計は一緒ですね。これはそのボーイングであろうがエアバスであろうが、あの同じように油圧はな、例えばフラップの上げ下げ、うん、車輪の上げ下げ、うん、そういうのは油圧でやるっていう構造自体は一緒なんですよね、うんうん、まあ、そういってボーイングでもう本当に長年、はい、それこそ何十年乗っていられて、そうですね、でこのエアバス320に移られたきっかけっていうのがまさに今のピーチと。そうなんですよ、自分自身はですね、やっぱり好きな飛行機ってのはあの767が好きだったんですけども、うん、それから777行って、うん、ボーイング777行ったのが53歳の時なんですけど、うん、それから長距離国際線とか飛び始めて、うん、ボーイングに慣れきってて飛んでてですね、うん、でまあ60歳の定年、うん、直前の半年前ですね、59歳6ヶ月、うん、その頃ちょうど2011年に関西にピーチという会社を立ち上げた、うん、でそこ のパイロットのボスを欲しいっていうオーダーがピーチから ANA に来るわけです、うんうん、でそういうオーダーが来て、自分自身はその A320 のライセンス持ってないので、うん、まあ、自分は蚊帳の外にいるなと思ってです、ね、あの A 君か B 君がいいんじゃないのっていう話までしている中 で、 です、ね、うんうん、当時の運航本部長とか副社長がから呼ばれて、うん、各条お前あのピーチの会社に行きなさいよってなって、59歳6ヶ月、もう間もなくあと6ヶ月で定年という時にですね、ライセンスの持ってない僕をですねピーチに行かそうというこのすごいあの出向命令とかいうですね、まあサラリーマンなので出向はしましたですけども、それから320という飛行機の初めてライセンスを取りに、ライセンス取得が始まるわけです。でも正直
今59歳6ヶ月っていう時にもう本当にボーイング慣れきってもうあと半年もすれば定年っていう時に、今までそのYSからボーイングいろんな機種移行する中でやっぱりその大変さっていうのはご自身で一番分かってる中で、新たにいわば320って言われた時に正直戸惑いはなかったんですか？いやめちゃくちゃ戸惑いはありましたですね。もうボーイングに体がボーイングに親しんでいるし、あのスイッチ類だとかああいうのももう体に染み込んでいる、そういう中でエアバスというそのアメリカの航空会社のボーイングとヨーロッパで作ってるエアバスという会社の設計の思想が若干違う中で、エアバスにのライセンスを取るというのは相当自分の中ではあの難しいというか、その、これは参ったな、俺は辛いなというですねそれまでその順調にこうパイロット生活を送っていく中で最大の僕の危機かなというですねそこまで、でそうやってじゃあもうエアバス320の訓練に当然入るわけですよね、はい、この当然何十年もボーイング乗られてもう経験 もう豊富にあった中、一番苦労されたっていうのはどういうところですか？ですね、乗る前にあの訓練入る前にはあの1ヶ月程度そのグランドスクールがあって、エアバス A320 のシステムだとか、いろいろな規定類を勉強するんですけども、その中で一番やっぱり苦労したのはですね、使ってる用語がですね、ボーイング社が使ってる用語とエアバス社が使ってる用語が違うんですよね。同じ例えばあのエンジンパワーを出すためのレバー、ボーイングではスラストレバーって言うんですけども、エアバスはこれをスロットルレバーって言うんですよ。まあスロットルでもスラストでもその、まあ、ジェット機一般的にスラストっていうし、あのプロペラ機なんかはスロットルって言いますよね。そういう感じであまり違和感はない、その部分はないかったんですけども、いろんなところに例えばグレアシールドのパネルなんかもボーイングはこれ FCU フライトコントロールユニットって言いながら、エアバスは同じものを MCP モードコントロールパネルって言ってですね、言葉を変えるわけです。いろんなところに、油圧系統もボーイングは左の油圧系統レフトハイドロリックシステムで、右のエンジンで作ってるのはライトハイドロリックシステム、真ん中に電気系統でセンターハイドロリックシステム、同じようにエアバスも左のエンジン、それからセンターの電気、それからライトのエンジン、それぞれ油圧系と同じような仕組みで作ってるんですけど、呼び名がブルー、イエロー、グリーンって色なんですね。色なんですよね。色である意味その図なんか見たら色で分かりやすいんですけど、言葉が違うとですね、CDU、あのコンピューターにいろいろ入れる CDU もボーイングでずっと CDU という言葉で慣れてて、それがエアバスの場合は MCDU って M がつくんですね。その人 M という言葉が入らなくてですね、すぐ CDU ってやっぱり言ってしまう、長年言ってるもんで、そういうふうに他の言葉でも何かいろいろと用語が違う。それにはですね、グランドスクールの間相当苦労しましたですね、頭に入れるのが。やっぱり59歳で新しく飛行機で新しい言葉を入れるっていうのが相当の僕の脳みそがその柔軟ではないもんでなかなか苦労しました。でもそうやって、はい、あのグランドは一生懸命その知識入れて、このフライトになった時やっぱり体が覚えてる。そうですね、あのグランドスクール終わった後次シミュレーターで、あの320のいろんな基礎から近畿時代から全部320のシミュレーターの中でその飛行機を取得するわけですね。でそういう中で乗り始めて、まあ人によっていろいろあの仲間いろいろ聞いてあの違うんですけど、僕の場合案外その操縦桿がサイドスティックに変わるんですよね。 A320 ってね、操縦桿がこれからこれで、そう、横のサイドスティックに変わるんですけど、そのサイドスティックに変わったのはあまり僕は違和感感じなくてですね、なんか最初の30分ぐらいで、あっ こんなもんかっていうような感じでですね、だいたいその姿勢指示器 ADI、あれを見ながら操縦しているので、あ、そんな、あ、そうか、こうか、こうか、こんな感じかっていう、ただあのパイロットの基礎であるあの左手の手のひら親指のここの肉と、それから薬指小指、ここの
柔らかなこの操縦桿を持ちながら、うん、柔らかな力で操縦するこの感覚がサイドストックにはなくてです、ね、あその分はちょっとあ反応がないんだと思いながらですね。反応がない。例えば操縦桿だとそのもちろんコンフィギュレーションによって 重みがあったりとかこう感覚違いますけど、そうですね、それがサイドスティックではないんですよ。そこの部分にちょっと戸惑いはあったですよね。やっぱりセスナ機にしろあのボーイングの飛行機にしろ一般的に飛行機っていうのはあのパワーを絞れば頭が下がる、うん、パワーを足せば頭が上がる、うん、そういうのを自分のお尻と左手の層でこの微妙に感じるんですよね、うん、この操縦桿を握ってて親指のここの手のひら のところと小指薬指、うん、この付近に微妙に感じるやつがサイドスティックにはないんですよね。それには若干この今までその体で染みついた操縦の仕方っていうのが、うんうんうん、それが出せなくてですね、うん、これこの飛行機俺上手に飛べるかどうかなっていう基本は飛べるんですけど、はい、もっとその柔らかいオートパイロットよりうまく飛ばしてやろうっていうそれができるのかなっていうね、そういうちょっと心配みたいな。へー、そうなんだ。いや皆さんね、これ昨日実は前祝いの時にもいろんな私お話を聞きました。もう今日はですね、もう完全にテクニカルな話で結構盛り上がると思うんですけども多分視聴者の方にもパイロットの方もいらっしゃると思います。エアバスのもちろん乗ってる方もいらっしゃると思うんですけども、当然自分はジェット機乗ったことないので、はい、もう昨日話した時にジェット機乗ったことない我々が、ボーイングの方が乗りやすいのかエアバスの方が乗りやすいのかみたいな話をいろいろしたんですね。ただそうする間にも一気に、ね、時間が経っても一回じゃあ CM 入ってその後また後半続きをお願いします。じゃあ一回 CM です。いいっすね、いいっすね、いいっすね、いいっすか。いいっすか。え時々ヒノキさんに視線がいってるので、そう多分向こうでバスする。メールも来てるんです。そうそうなんですよ。あ、本当？うちのラジオにも出てくださった長岡さんって人がいるんですよ、はい、で長岡さんすごくピーチの大ファンなんですよ。あ、そうです。ほら今日も来て、ほら、うん、あ、登場200回、ほら、これは番組 CM 明けにぜひ紹介しましょう。多分ラストフライトに乗れなかったことがとても残念でしたが、昨年奄美の就航イベントを見かかれて、ああ奄美の就航イベント、はいはい、一緒に釣られてますよ。関空奄美の時ですね。関空に来られたんだ。もう大好きですよ、本当に。これ何年前、去年ぐらいか、長岡さんにこちらに来てもらって。ああ、そうですか。もう、ピーチ愛がね、そうですよ。一緒に写ってる写真。持ってました、持ってました。そう、グッズといえば、今日紹介しないといけないんで。まず、箱板。箱板と、矢田さん、箱板と、そう。これ、ちょっと CM 明けに紹介しましょう。ちょっとじゃあ開けてみた方がいい、開けてみていいですか。これとこれはこれはそのいいですね。これじゃあ CM 券紹介してこういうのがプレゼントだ。はい、はい、はい、番組中にですね、たくさんコメントが来ているのがあったので、ちょっとこの、番組 CM 明けでご紹介したいと思います。まず一発目やっぱりこの方でしょう。長岡さん、メールありがとうございます。浜田さん、こんにちは。登場200回、ピーチ大好きな長岡です。コロナ禍でなかなか桃乗りがかなり叶いませんが、早く平常時に戻り桃にあふれ旅ができるようになりたいです。私は角上さんのラストフライトに乗れなかったことがとても残念でしたが、昨年末の奄美の就航イベントでお目にかかって写真を撮らせていただいたの嬉しかったです。添付写真はそれですと。
これからも井上さんの戻られた全日空さんとタッグを組んで空飛ぶ電車としてますます楽しい航空会社にしていってくださいというメッセージをいただきました。ありがとうございます。長岡さん、ありがとうございました。いや、長岡さんの添付した写真、はい、そうですね、一緒に写ってます、はい、すごい一緒に写っていました。はい、ありがとうございます。それとですね、番組冒頭に言ったプレゼントなんですけども、ラジオお聞きの方は、私が行動で説明するとですね、ピーチの、羽子板、もう正月なんです。それとピーチの、あの模型ですね、YouTube、Facebook のご覧の方は入れるかな、こういう形、はい、こういう、プレゼントをいただきました、今月ですね、最終回の後に、締め切っていきたいと思いますので、今回も、キーワードをおつなぎしていきたいと思います。番組の最後に、拡散の方からそのキーワードの最初の一文字というのを発表していただきますので、はい、その時まで少々お待ちください。ありがとうございます。あとですね、ツイキャスからも、コメントありがとうございます。龍神雅也さん、ありがとうございます。ジョイスティックの操縦感とか難しそうですねとおっしゃってますけど、パクさんの場合はそのジョイスティックのこの感覚は そこまで違和感なかったっていうのは、ジョイスティックにはそのいわゆるこのパイロットの基本的な手で感じる部分はないんですけども、うん、まあ、お尻で感じる部分はどんな飛行機でも一緒なんですけど、なるほど、うん、その手で感じる部分がない部分、計器なり外の水平線なり、うん、それを見ることでいろいろとそのフィーリングをですね、目でを感じるので、うん、操縦桿そのものにはその重み反応っていうのが返ってこないので、小型機あるいは他のジェット機乗られた方に最初にはやっぱりとっつきにくい可能性はあるんですけども、うん、慣れてくればあのそんなに違和感なく操縦はできます。いやでも、まあ、だけど、うん、あのもともと飛行機野郎ですから、その柔らかくこのね手のひらと小指で柔らかく操縦する醍醐味っていうのはちょっと320にはないですよね。なるほど、ジョイスティックには。なるほど、はい、ありがとうございます。あと他にもですね、カンパチさんは成田那覇が3290円からって、自宅から成田までの電車運賃より安いというメッセージもいただいております。あと、佐藤坊さん、カンパチさん、直屋さん、琉球のチェイエウォンさん、はい、こんにちは、ありがとうございます。じゃあ適宜ですね、あのメッセージもご紹介していきたいと思います。やっぱりこの感覚のつかむのが早いっていう、まあもう本当にもう生粋のパイロットなんでしょうけども、お伺いしたところ、その今まで48年間で、身体検査、はい、全て、そうですね、あのこれはもう本当に親に感謝、両親に感謝せなきゃならないですけども、うん、航空大学校の入学試験であった身体検査、はい、それから去年まで68歳まで、飛んでるまでの身体検査、うん、これをですね本当に親に感謝しなきゃいかんですけども、どこにもどこも引っかかることなく無事通過できたというですね。ただあの64歳の時に老眼鏡を携行しなさいっていうのは身体検査に一つ書いたんですけど、うん、それがねちょっと自分では残念なんですけど、まあまあそれは仕方ないですよね。でも64ですよね、はい、あの老眼早い人って下手したら30代から来る人いるし、40、50で老眼って普通なんですよ。64まではじゃあメガネをかけずに、あの今日現在もメガネはかけてないんですよ。 あのメガネなしで本も読めるし新聞も読めますし、ただ航空身体検査、パイロットの身体検査にはそのあのいわゆる普通の遠距離、それから1メートル程度の中距離、うん、それから25センチの近距離という、うん、その近距離の身体検査のですね、あの小さな字がですね、実あの C の字がこう斜め横向いてるどこが空いてるかってやつ、あれがちょっと読みづらくてですね、で、64歳の時に老眼鏡かけなさいじゃなくて老眼鏡を持ちなさいと、読めなくなったらかけなさいって。だけど実質フライトでも持っていくのが法律で決められてるんで、持っていますがかけて操縦したことはないですね。ちゃんとはもうあの飛行図とかチャートだとか、うん、ケーキとか普通通り見えるので、あの違和感はないんですけども、すごいな、スーパーまあ
これも両親のおかげで、健康に産んでくれたですね、両親のおかげだと思っています。すごいですね、なかなかいないですよね。そうですね、何かしらやっぱり年齢とともに、いろんなところ内臓だったり、あるいは目の視力、それから耳の聴力、どっかやっぱりそれが普通だと思うんですけど、まあ、僕はスーパーマンではないんですけど、いやスーパーマンですね、これはスーパーマンですね。僕標準的に偶然にというかですね、これは親の感謝ですね。いや普段の生活も気になるところですわもう本当に健康に気を使っている生活を維持したまま、その64歳まで、まあ、68歳までですよね、結局は。航空身体検査はずっと68歳まで。はい、でこれ身体検査ももちろんそうですけども、この番組でも何回も言ってるんですけど、パイロットってその定期的な試験とか。そうですね、そこは、あ、これもですね、おかげさまでですね、いろんなペーパーの試験であったり、口述審査であったり、実地審査、定期技能審査、路線審査、こういうチックという名前のつくやつはですね、航空大学入学から始まって、このパイロットを降りるまで、おかげさまで全て合格と。すげえな。これもラッキーな、僕のラッキーな人生ですね。これラッキーで、やっぱり本人の努力だと思うんですけども、1回ぐらいはね、普通落ちますよね。いや、別に落ちても、それはパイロット勲章ですから、だから僕の勲章はなかったかもしれないけど。いや、それはすごいなと思って、その、全くこの厳しいね、この定期運送のそのシックスファンシェックとか、そういうもので、はい、しないってすごいなって、ね、基礎訓練の時からもそうですけど、そうですね、特にピーチ入ってから、その取締役副社長、それから安全統括管理者、と、いわゆる一般業務しつつ、2ヶ月か3ヶ月1回ぐらいしか飛行機には乗らないんですけど、乗る前には、はい、ずっとおさらいするし、頭の中で、フライトというか、でもですね、はい、それをやりながら飛行機に乗りますし、シックスマンスチェック、シミュレーターのチェックなんかも、やっぱり10日ほど前からコツコツとそのプロシジャーだとか、レビューしながら、毎日乗ってればね、それもいいんですけど、僕は副社長をやりながら、たまにしか乗ってなかったので、だからピーチ8年間で、ね、1000時間までしか乗ってないっていうですね。まあ、他の社員に、他のパイロットには申し訳ないんですけど、他のパイロットが1年余りで飛ぶ時間を僕は8年かけて飛んだというですね。いうように飛行時間は少ないんですけど。いや、逆にそのあんまり飛ばない中でやっぱりそれをパスしていくっていうのはさらにすごいなと思って。へえ。ですね、すみません。今メッセージが来ておりますね。これはメールかな？はい。ご紹介させていただきます。はい、ラジオネーム一丁さん、いつもありがとうございます。玉名さん、こんにちは。今日もお聞きしてます。今日はピーチ桃祭り、少し前のお笑い系のやらさんになってるけどお笑い系のやらさん、実は控えすぎるんですけどね、思い出していますと。角上さん、私自転車も車も乗れます。おばさんでも本当に飛行機免許取れますか？ん？玉名さんのところなら大丈夫でしょうかってよくボーイングは男の子、エアバスは女の子っていう表現を聞くのですが、白状さん、どんなイメージですか？あ、メッセージありがとうございました。あ、そうなんですね。一つ目のですね、はい、自転車も乗れて、車も乗れるんだったら、飛行機も乗れます。乗れます。大丈夫です。乗れます。今もう断言しました。皆さん、もう飛行機も車も乗れ、あ、じゃなくて、自転車も車も乗れるんだったら、飛行機乗れます。大丈夫です。大丈夫です。はい。ボーイングは男の子、エアバス女の子と私初めて聞きました、ね。私も初めて聞いた。ただなんとなくそのスタイルがですね、うん、例えば737のこのずんぐりむくりと A さんにもシュラッとしたのが男と女っていう雰囲気はせんことはないですけど、まあ初めて聞きました。ありがとうございます。またまた続々とですね、メッセージ来てますね。ラジオネームキャプテンさん、ありがとうございます。昨日初めてピーチ。関空から那覇へ快適に飛んできました。今は厳しい航空業界ですが、もっと気軽に飛べるようピーチさんには頑張ってほしいです。応援してます。ありがとうございます。頑張っていきます。ありがとうございます。そうやってね、身体検査もクリアされ、フライトの試験もクリアされ、はい、しかもこのフライトの試験がそんなに頻繁に乗らない人ですよ。
毎日っていうかもう定期的に乗ってる通常勤務をしてる方でさえもきついのを、それをあのクリアするっていうのはやっぱり今のお話聞くと、もう事前にちゃんと準備をしてるとか、当然仕事柄副社長っていうのは当然もうものすごい責任がありお忙しい中でも、準備されてると。これ我々あの本当にピストンのね、あのペイペイのパイロットも定期的な試験あるんですけども、意識しないといけないですね、矢田さんね。普段から勉強しないといけないですね。はい、ありがとうございます。で、やっぱりこの48年間の、まあ、フライト生活ですけども、あのいろんなところに飛ばれてて、国内線、国外線。はい、で、昨日お話を聞くと、天皇陛下のフライトとか、もうさまざまなその重要なミッションを任されると思うんですけども、それは会社の中では抜擢されるわけですよね、きっと。そうですね。当然経験がある方。ANA 時代ですね、僕は51から54ぐらいまでですね、あの4年間、まあ、主にそういういろんなミッションを担当する、年に選ばれてて、まあ、男前だと。よし思うんですけど、理由一は男前。いや普通通りのパイロットであれば誰もできるんですけど、いやいやいや、ただあの天皇陛下のフライトだとか皇太子殿下のフライトはあのいわゆるそのあまり表に出さないんですよね。で僕がテレビに出た大き一番大きなミッションはあの北朝鮮からあの蓮池さんご夫妻、千村さんご夫妻、曽我ひとみさん、この5人の方を北朝鮮から羽田空港まで、お戻りいただく時の機長を務めていたっていうのがですね、一番大きくテレビとかマスコミに取り上げられたんですね。あのこの沖縄で環太平洋島サミットっていうのがあったんですけども、それも今からもう十何年前ですけども、とその時、成田に集まられた太平洋の島々の国王だとか大統領の20カ国の方を成田からこの那覇までお運びしたと、この時も相当に緊張しましたし、まあ、そういうふうな、チャーターいろんなチャーターフライトを人命救助だとか、そういうのもやらせていただいて、あの4年間本当男前でよかったなと思っています。いやそういうフライト緊張もちろんするんでしょうけど、もし何だろう、もし何かあったら何かあったらっていうよ、いわゆるあの機材の不具合ももちろんパイロットとして考えることでしょうけども、天候とか、はい、いろんなことをもちろん考えられるのかなと思いきや、こういう話を実は昨日すると天候にもすごく恵まれた。そうなんですよ、これ昨日聞いて、皆さん ぜひ聞いてください。天候めちゃくちゃラッキーな、僕はですねラッキーなパイロット人生だったんですね。はいはい、あの航空大卒業して全日空に入り、それから YS11 の副操縦から始まってですね、最後はまあピーチで68歳の前にラストフライトするまで約48年間で、そういう中でエアラインで運航している中で本当に幸いなことにというかですね、霧で見えなくて着陸をやめてミスアプローチして他の飛行場に行ったっていうのが4年前のこの那覇で1回あっただけなんですよね。それ以外はもう全部こう天候に恵まれて、僕が行けば大体晴れてるというですね、雨が降ってても視界が良くて着陸できるとかですね、雪が降ってたのに僕が着く頃には雪が止んでるとかですね、本当にこうお天気に恵まれてですね、ラッキーなパイロット人生だったですね。まあ、それも一つの理由じゃないですか、選ばれたのは。もちろん男前ではそれは分かります。僕はだから晴れ男と自分で言いまくってたんですよね。なるほど、はい、男前の晴れ男。俺と米の晴れ男。で当然機材の不良なんてのも当然ないわけですよね。そうなんですよ、おかげさまでですね、あの大きな機材不具合でダイバートしたとかですね、もちろん出発前からあの MEL っていうその一定の基準を満たしたで整備しないで飛ぶっていうのがあるんですけど、そういう経験は何回かあるんですけど、自分が飛んでて機材が壊れてどっかの飛行場に緊急着陸ですか、そういうところも全く経験なくてですね、ある意味ではあの素人のまま終わってしまったっていう。いやそれは違うと思うけど、その長いご経験の中でそこがないってやっぱすごいラッキーなパイロット。ラッキーですね、本当ラッキーな48年間でした。いやいや、そのラッキーさはやっぱりあのご自身のその努力とね、いろんなものが引き寄せるのかなと思うんですけど、今、ね、メッセージがたくさん来てますね。これはどこからかな、Facebook ライブから来てます。キアさん、
ハローと一言で、新次さんピンクのネクタイが最高梅原さんからうちは親子でパイロット志望でです。あ、どうぞどうぞどうぞ なってください、はい、やるべきです。まだまだピーチもパイロット欲しいです。あ、いいですね、はい、もうなりたい方たくさんいると思います、YS の椅子は最高ですねってそれ知ってるんだ。何か違うんですか YS。 いやいや、だいぶ昔の飛行機です、はい、もう今日本ではあの旅客機としては飛べないんですよね、うんうんうん、あの TCAS の対応はできない。なるほどなるほど。まあエンジンのパワーが足りないって言うんですけど、うんうんうん、それができないのでリタイアはしてしまったんですけどね。でも YS のその昨日でしたっけ、その、エアバスで飛ばれてる時に、なんだろう、この感覚、この操縦の感覚っていうのが、だいぶやっぱりなんだろう、フライバイワイヤーってことで違うんだけども、そのお尻とかそういうもので昔の感覚を思い出してってお話されたじゃないですか。そうですね、本当にそのいや、お尻の感覚はこれ多分最初の訓練から身についていって、うん、パイロット終わるまで、うん、やっぱりお尻のお尻でこの重力を感じる、うん、あの若干のマイナス G だとかプラス G、うん、旋回中の 1.3G とかですね、うん、そういう風な G はやっぱりお尻で感じるんですよね、うん、まあそれが体に飛行機が今下がった上がった微妙なやつがで、うん、まで感知するんです、うん、だから人間っていうのは本当にコンピューター以上に素晴らしい機能を持っているなって思いますよね、うんうん、そういう意味ではそのあの昨日おっしゃったようにそのボーイングは人間が中心でコンピューターがサポート。そうですね、エアバスを逆というふうにしてますよね。そうですね、あの飛行機の設計思想がですね、うん、あのボーイングはパイロット2名が操縦する、うん、それを周りに、でコンピューターがサポートする、そういう設計思想なので、同じフライバイワイヤー A320 と、ボーイングで言ったら777777、あるいは最近の787、こういう飛行機は同じフライバイワイヤーでもあえてボーイングには操縦桿に重みをつける、うん、そういうシステムを組み込んでですね、うんうん、パイロットのフィーリングがフライバイワイヤーでありながらも、あの前の飛行機と同じ感覚で飛べるようにボーイングが作っている、うん、で一方エアバス社はコンピューターが全てを制御するので、うん、パイロットはコンピューターにインプット、あるいはコンピューターがミスしないように見守っている、うん、中心にコンピューターがあってパイロットはそれを見守るというか、うん、横にパイロットがいるみたいなです、うん、そういうような設計思想があって、うん、操縦桿だけではなくってブレーキであったりステアリングであったり全てコンピューターに入るんですよね、うん、あのエルロン、エレベーター、ラダー、それからブレーキ、ステアリング、いろんなところはパイロットが打ち込んだやつをコンピューターに行ってコンピューターがそれを、車輪に伝えるとかです、ね、うんうん、そういう形をしてますので、うん、あの若干ボーイングとエアバスの設計の間違いが、あの自分が320乗って初めて分かったことなんですけどね、うん、まあ面白いなと思うんですけど、うん、で320はやっぱりあのそういう意味ではコンピューターが全部やってるので、うん、非常に安全な飛行機ですね、うん、ボーイングは不安全というじゃなくて、うんうん、どっちも同じで安全をどちらで追求するか、うん、パイロットに追求させるかコンピューターに追求させるかの違いはあるんでしょうけど、うん、あの本当に安全な飛行機です、うん、いや昨日お話聞いてね、あの例えば一つの例出すと、旋回をするときに、普通の小型機、まあ、ピストン機であれば旋回をすると、揚力が下がっていくので操縦桿を引っ張るんだっていうような普通の我々からしたらもう身についた技術なんですけども、それエアバスとなるとその引っ張ることがないっていう。そうなんですね。あのびっくりしました。それはあのボーイングの同じフライバーワイヤーの777777でもそうなんですけども、うん、旋回、例えば25度バンクを入れるとなると揚力が落ちるんで、その分支えてやるっていうバックプレッシャー、うん、これが必要になるし、うん、25度確立した時にちょっと当てかじっていうのがいりますよね、うんうん、はいはい、それを A320 の場合はバンクを25度に持っていって手を離してやるとずっと勝手にこの25度で回っている。でノーズが落ちることなく、それはオートトリムが巻いて高度が落ちないようにトリムが巻いているっていうんですね、うんうんうん、高度もバンク入れてやるだけで同じ高度でずっと同じように旋回しているっていうのがエアバス320ですね、うん、でボーイングもそれできるのにあえてパイロットに
前 の, あの要するに小型機なんかと同じように、うん、当て舵とバックプレッシャーいるんだよっていうふうなことをわざと作ってるんです。わざと作ってわざとコンピューターでそれを作ってるね。へそしてパイロットがどんな飛行機からでも乗れるようなことをボーイングやってて、はい、やばさそうじゃなくってコンピューターがきっちりと25度を入れてやれば、あとって話してれば25度じーっと保ってるような作り方をしてて、だからあの他のことを考えて、他の景気見てても5000フィートで旋回してたらきっちり5000フィート守りながら旋回するんですよ。あ、まあ、それぞれの会社の設計の思想の違いだと思うんですけど、要は考え方としてはそこはもうコンピューターにさせるから、他のことにパイロット意識を持っていきなさいよって感じですかね。そうですね。例えばその ILS でこう入ってくるときに、あのちょっと速度が低いなと思ったらパワーを足すっていうのも、我々だとパワーを足すんだけど、そうすると飛行機の機種が上がるの で、 そうです、ね、ちょっと機種を抑えながらっていう両方、この両方のコーディネーションが必要なんですけども、うん、それもエアバスでは、エアバスはいらないです。エアバスはあのオングライドパスの時に速度が減ったのでパワーをちょっと足しますよって足すとですね、速度は増えるんだけど、あの飛行姿勢はそのまま維持してくれるので、抑えなくても大丈夫です。速度多いからってパワー絞ると普通の飛行機は頭を下げるんですけど、エアバスは下げないんです。オートトリムでコロコロと回りながらその姿勢を維持しているので、だそういう意味ではあの速度減ったからパワー入れる、速度多いからパワー引くって、それだけですね。へー、飛行機やろうにしたらあまり面白くないよね。やっぱりなんかこう実際自分の手でこう動かしたいっていうのが醍醐味なんですかね、うん、そうですね。もうやっぱり昭和の飛行機やろうはそういうパワー絞ったら頭下がるんだっていう飛行機の方が面白いっていうか、うんうんうん、なるほどなるほど。まあ私もあのね、あの今機械室の屋良さんもそうですけど、小型機っていうのはもう原点ですからね。パワー入れたら頭上がるし、パワー絞ったら頭下がるしみたいな。はい、あ、また質問来てますね。ありがとうございます。え、すみませんさんの質問ですが、プロペラ機は横風に、あ、違う、強風に強いのでしょうか。台風時自衛隊が台風の目に向かうのですか。プロペラ機は強風に強いんですか。いや、横風ですかね。いや、じゃあ強風って書いてますね。いや、プロペラ機にしろジェット機にしろ、あの同じようにあの、はいはい、まあ、風に乗って飛ぶ、そうですよ、ね、飛行機ですので、はい、どんな強い風でも飛べますし、はい、ありがとうございます。あの旅客機でも例えばその台風の中でも行けるんですけど、ね、うん、もちろんそのお客さんがいらっしゃるので、うん、そういうことはしませんし、安全大事ということですよね。そうですね。あの旅客機、例えばね、320、僕の個人のプライベート機だったら台風の中だって入っていっても別に問題はない。あ、そうなんです、はい、あのお客様がいらっしゃるので、なるほど、そういうことはないんです。なるほど、はい、ありがとうございます。あっという間にですね、もう時間が経ってしまったんですけども、ですね、やはりこの今まで、パイロットの方々、パイロット経験があるので、ぜひこれからパイロット目指したいという方にメッセージがあればお願いします。はい、あのパイロットはですね、安全に運航して当たり前なんですよね。で、この安全に運航できないということを感じた段階で自らやっぱり職を辞していただきたいと思います。で、安全を保つためにはパイロットの基本はやっぱり3つだと思っています。心身ともに健康であること、2つ目はあの思考にバランスが取れていること、これいろんな判断するのに一番重要なことは思考がバランスが取れているというのが重要、うん、それからもう一つは大胆不敵な行動ができるかつ臆病であるというね、うん、大胆不敵に行動するけども臆病であるという、この3つですね、うん、心身ともに健康、バランスの取れた思考、それから大胆不敵で臆病者って、この3つこれがあればですね、あのパイロットは本当に、面白い仕事ですし、面白いっていうか、あの自家用機操縦される方でもそうですけども、飛行機って面白いですから、本当に自転車、自動車乗れる方はどんどんパイロットにもチャレンジしてください。素晴らしい、ありがとうございます。これでパイロットになりたい方増えますね。でピーチもあの運航乗務員パイロットも引き継ぎ募集されるというところで、あの楽しみに期待しております。はい、じゃあ最後にですね、そのさっきのプレゼントの、こちらのプレゼントのですね、キーワード、今回は、4文字ですね、4文字。で、最初の1文字を、では、賀来さんに発表お願いします。はい。
じゃあそれでは最初の一文字はですね、大にします。大阪の大。はい、大阪の大。違いますか。いわゆる大です。大ですね、はい、はい、あでもそうですね、大阪の大。沖縄の大でも。沖縄の大です、はい、はい。今月はピーチの、特集でいきます。今日はお忙しい中、わざわざスタジオまでお越しいただき本当にありがとうございました。いえいえ、こちら本当に大きにありがとうございました。